どうも、踊るディスコ室町のドラムの伊藤ワルです。そしてタンバリンの望月タンバリンシャンシャンです。よろしくお願いします。お願いします。もはやね、おなじみとなったこの組み合わせですが、はい、本日はラジオです。もうさ、この2人の組み合わせさ、 YouTube に出すぎで、なんかもうみんな疲れてんじゃん。なんかまたこの2人かよみたいな。いやね、あの2人でいることが多いですよね。もうね、一緒に住んでんじゃないかって、シェアハウスした方がいいんじゃないかみたいな。それはないけどな。それはないか、さすがに。まあまあ、僕は望月さんとやれるということで嬉しい。まあ本当だよ。いやでも、おばちゃんさ、ラジオはいつもミキさんとじゃん。はい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 。大丈夫そう、今日いける。いや、ちょっと不安。やばい。うん、最後に、最後にこう、受け止めてくれる人が、いや、その、どっちもね、ボールファンブルしたまま空中にこうやって、ボール、お手玉みたいな。ちょっと待って、それ前の一人のラジオ界の基人出てますやん。だから、おばちゃん、だからその、何、トントン相撲、紙相撲みたいな感じで、僕が力士になって、駒になって、おばちゃんがずっと土俵トン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 ってやるラジオ、今日は。いやー、なるほどね。いや、今ね、映像、多分みんな見れないラジオだから、はい、めちゃくちゃやばい顔してました。そう、今の一瞬でちょっと顔赤なってますもん。もうテンション上がりすぎて、うん、いや、まあそんな感じでやっていこう。やっていきます。はい、やっていきましょう。なんと形になるように。はい。こんなラジオあるんかな、頑張って終わらせようみたいな。いや、いいでしょう、そういう目標も大事ですよ、最初ですからね。ということで、タイトルコールいっちゃいますか。早速いっちゃいますか。これ大事だよ、やっぱ始まり良くないと終わりも良くないから。確かに、ね、それ言っちゃうんだ、大事だよって。大事だよ。いや、やっぱ言ってった方がいいよ。その、やっぱ間に挟まるものがどうこうよりも、やっぱその最初と最後、あ、そういうのがしっかりしてれば、そう、形になるから。そう、形になる。ということで、いきますか、タイトルコール。はい。踊るディスコ室町のラジオ室町。やばすぎだろ。タイトルコール大事だよ、大事だよっつってたのに、いきなりなんか出落ち。いやいやいや、まあ、でも落ちてすら何、今回何回目か分かります。え、そのラジオ会がってこと。ラジオ室町何回目でしょう。あ、これ10回目。おお。うん、その前回の更新がまるちゃんさんとまこっちゃんの、そうそうそう、ラジオ室町、しかも結構久々のラジオ室町。そう、結構長尺でね、喋ってもらいましたけど、望月さんの話も出てましたね。何、バランスを取るってなんかちょっとディスにくい。ディス、いや僕は結構、いやでも、はい、結構意識ちょっとしてたかも、アメリカの時は。あ、そのバランス取ること。なんかさ、何、いつ、その、いつもさ、大体僕がそのボケキャラ、はい、じゃん、はい、僕がなんかわちゃわちゃやってるとこに、はい、みんなが突っ込んでくれるって感じだったけど、はい、あの日はもうまこっちゃんがすごかった。確かに、まこっちゃんとまるちゃんさんがもうアメリカをもうぐっちょんぐっちょんに、もう確かにしてましたね。してたでしょ、うん、なんか2人が共鳴してるってミキさんも言ってましたけど、なんかね、その波長がそうね、もうシンクロ率もう 100% 超えて、もう 1000% よ。そういうのを見て、わざとそういう立ち位置にいた。そうそうそう、いや、それは本当にそう。だってあの場でさ、僕までさ、ふざけ始めたらさ、もうエヴァがもう3体出てるやん。もうその場に。いや、収集ね、つかなくなっちゃう。つかなくなっちゃう。だってミキさんとオアちゃんがさ、場をまとめないといけなくなるじゃん。いや、3対2は分が悪い。 いけるよ、別に。ミキさんいれば。あ、ミキさんがいればお前何もやんねえのかよ。やれよ。いやいや、いいんですよ。いいの、うん、だから基人になってもらうとこもね。あ、確かにちょっとアメリカの時基人なりそびれたね、ちょっとね、うん、ボビーオレゴンになった時ぐらいじゃないですか。ボビーオレゴンだよ。俺ボビーだよ。俺もボビーだよ。オレゴンだよ。オレゴンだよ。俺がボビー
オラゴンだよ。あ、オラゴン本人本人登場とかさ、ボビーオレゴンが目の前でいろいろやってる時に、あの後ろから階段をボビーオレゴンが降りてくるっていうちゃんと設定があるんすね、一応一応わかんないな。いやでもまあそういうことをね、触れてくれたりとか、なんかあれだよね、自分がいないとこでさ自分の名前が出るのって、まあ、内容にもよるけど、まあ嬉しいよね。ああ、ちょっとニヤッとしちゃいますよね。まあちょっとね、だからもう、一人で笑っても聞いてて。自分の話で笑う。分析されてるんやみたいな。そうそう。まあそういう感じで、まあ、じゃあ10回目、二人でやっていきたいんですが、ね、そうそうそう、早速コーナー行きましょう。今日はサクサクと。うん、そうだね。ミキさんからコーナーを一ついただいております。おい、絶対やべえコーナーだろ。紹介しちゃってもいいですか？お願いします。行きたいと思います。はい。しゃくれハムハムアキネーター。そのこれちょっと僕もね、まあ、ちょっとよく分かって、やったことないから。だってさ、そもそもタイトルがさ、うん、絶対一緒にならない単語同士がくっついてるやん。うん、確かに。しゃくれとハムハムも一緒にならんしさ、うん、ハムハムとアキネーターも一緒にならんしさ、うん、しゃくれとアキネーターも一緒にならんやん。うん、その一緒になるはずのないものが一緒になってるけど、それ何やんの？かろうじででも、とっとこハム太郎とハトコぐらいの位置にいません？しゃくれハム太郎。しゃくれハム太郎。ハム太郎さん、あれそれなんだっけ、小牛くん、小牛くんか、うん、懐かしい何でもできますね。ハム太郎、これ大将くん、大将くん、リボンちゃんはハム太郎くんそんな声だイメージできない。まあまあまあいいですわ。まあまあ、じゃあちょっとどんなコーナーか紹介してもらっていいですか？はい、説明します。出題者はしゃくれながらハムという言葉だけを使って答えを伝える。はい、一つジャンルを決めるんですよ。ほう。例えば俳優だとしたら、はいはいはい、一人俳優を頭の中で思い浮かべます、はい、それが答えになるわけです、はい、で例えばジャンル俳優で答えが伊藤健太郎だとします、はいはいはい、そしたらそのハムという言葉だけを使ってその回答者に伊藤健太郎だよってことを必死に伝えるわけです、はいはいはい、望月さん出題者やってもらっていいですか？はい、はい、で質問します。その人は男性ですか？ハムこれ、はいだな。はいだな。その人の名前をちょっと言ってもらってもいいですか？もう答え。ハムム、ハムムムーン。ハムム、ハムムムーン。あ、伊藤健太郎？正解。みたいな感じですね。あ、今の正解も、ハム。いや、もうそれだとしたらわかんないから、答えが。あ、いや、でも、面白いんじゃないですか。はい。じゃあ制限時間は、まあ、3分にしましょう、じゃあ。はいはい。でも、あれじゃないですか。このままだと、ただ、おばちゃんと僕がじゃれ合って、終わっちゃうだけじゃないですか。うん、だからその制限時間内に1問ずつお互い正解しなければですよ、はい、罰ゲームとして同時にデコピンをする友情デコピンを行うという指令が来てますね。友情デコピン、友情デコピンって何？分かんない、まあ、とりあえずよく分からないけどやってみますか。やりますか。ジャンルだけ決めよう。ジャンルは女優にしますか。 OK、 女優ね。はい、僕答え思い浮かびました。テーマ女優、用意スタート。女優か、女優ね、若いですかその人は。ハム、いや、なんどっちやで、ね、微妙か、30代とかそれぐらい。ハム、あー、なるほど、そうなのか、30代。最近ドラマに出てますか。ハム、わかんねえの。女優でしょ。最近結婚した。ハム。あ、いや、もう分かったぞこれ、すげえ神回だ。北川景子じゃなくて戸田恵梨香。ハム、どっちや、正解。ハム、ハム、ハム、あ、ハム、何やこれ、答え合わせどうやってすんの。答え合わせって聞くや、待って戸田恵梨香。ハム、ハム、ムは？え？た、ちょっと違う。ハムム。え？ハムム？違う。違うか。北川景子。ハムム。違う。惜しいか。新垣結衣。ハムム。じゃ違うんだ。正解したかと思った。やばいやばいやばい。あと何？ 1 分40秒ぐらいか、残り。え？女優でしょ？ちょっと。若すぎることもないから、芦田愛菜とかもないと。ハム、芦田愛菜。ハ
違うか。え、ちょっと待って待って待って、質問。え、むずいって女優僕あんま知らないよ。もうその人は高身長ですか。いやな、どっちか言ってよ。わからんよ。あ、僕の質問が悪かったな。その人は日本人ですか。うん、日本人ではある。その人はショートヘアですか今。うん、やばいって、もう30秒しかないんだよ。待って、ちょっとこれ当てずっぽで言った方がいいのか。はい、他ってある。なるほど。待って、女優が全然出てこ、ちょっと待って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 、分かった、長澤まさみ。はん、やばいよ。綾瀬はるか。はん、おーい、いったこれデコピンの絵見えないからさ。じゃあね、戸田恵梨香で合ってたよ。じゃあ戸田恵梨香で合ってるけど、これ正解の伝え方むずくない？いや待って待って、戸田恵梨香って言われた時に正解って言いたいからハンムーハンムーみたいな言ってたのに、なんかえとか言うから。いや戸田恵梨香って言ったじゃん、正解ってもう言っていいんじゃないですか。え、でもハムハムだけだからさ。待って、このルールガバガバ。さっき急遽から分かった、じゃあその正解かどうかも回答者側が判断するっていう。あ、そうしよう。激ムズやん。じゃあ待って、これ回避できてたってこと。本当は回避できてた。しかもさ、結婚した女優ってさ、会ってて分かってたのにさ、芦田愛菜とか言うなよお前、コンプラだろ。トイレ行ってこよ。おい、ラジオの注力でトイレ行くなよ。出てきましたけど、いや、すごいね、神宮寺の椅子とかさ。急にスイッチ入れるやん。椅子座った瞬間にトイレしてる時ハムハムとか言って、キジン化し練習もうないっすよ。あ、そっか。じゃあ次僕のターンいきます。はい、頼むよ。ジャンルはアニメの主人公。アニメの主人公、思い浮かべました。はい、では始めます。ハム、その人物は男性ですか。ハム、年齢は若いですか。ハム、じゃあ若い男性ね。魔法を使いますか。ハム、あー、じゃあ使わない、いいえね、使わない。メガネをかけていますか。ハム、裸眼ね。ハム。漫画のキャラクターですか。ハム、アニメ化されてますか。ハム、ジャンプですか。ハム、ムマガジンですか。ハム、ムサンデーですか。ハム、ムムカつくなこれ。何で漫画でアニメなってるけど、ジャンプでもサンデーでもマガジンでもない。あ、コロコロコミックですか。ハム、ムあ、ゲームの主人公ですか。ハム、ムあれ、お題何だったっけ。ハムムハムムハム、アブラハムリカン。ハムムハハム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 。身長が高いですか。ハムム、ピカチュウと一緒ですか。ハムム、ハムムハムハムムハム、アブラハム、ハムムハム、犬屋さん違うわ。ハムムハムハムムハムハムハムムハムハムムハム、カブトムシ。ハムムハムムハム、あれ、スーマル
ハムムハム、ハム、ハムムハム、ハムムハム、キテレツ、いや違う、キテレツメガネじゃん。ハムムハム、ハムムハム、何、あーもう、もうダメだ、あーあー、いったちょっと痛いわ。痛い、何、おじゃる丸。漫画ねえだろ、おじゃる丸。アニメの主人公って言いましたかね、僕。あ、そっか。じゃあ僕アニメ化されてますかって、質問マジ無駄じゃん。そうだ。確かに。おじゃる丸か。そうですね。これもう一回やんない？もう一回？うん。もう一回いけろ。もう一回いけろ。ちょっと僕今の踏まえて僕がもう一回だけ主題者やらせて。分かった分かった、さっきなんかちょっといろいろあれだったからさ。分かった分かった、はい、じゃあジャンルはスポーツ選手。おお、まあ、ちょっと広いか。まあ、じゃあサッカー選手。サッカー選手か、そもそも知識があんまないからな。日本人縛りしてもらって。あ、じゃあいい、じゃあ日本人のサッカー選手。あー、オッケーオッケー。はい、じゃあ決めました。はい、はい、はむ、はむ。待って、大御所の座り方してますよ。しかもしゃくれてる、ちゃんと企画面に忠実なスタイルをとってますけど。その人は、日本代表ですか。はむ。え、覚えてない。昔、元日本代表ですか。はむ。あ、中村俊輔。はむ。違う、わかんない。ちょっとむずいよ。考えてる時間も必要だけど、黙りこくったらこれラジオだから意味わかんなくなる。その人は、2002年日韓ワールドカップに出場してましたか。ハム。お、これ結構いいヒントだぞ。誰でした。わかった。その選手は、フォワードですか。ハム。違う、ボランチですか。ハム。違うか。ディフェンダーですか。ハム。え、全部ハムしか言わんやん。え、ちょっと待って待って、どういうこと。ゴールキーパーですか。ハム。あ、ゴールキーパーだ。日韓ワールドカップに出てたゴールキーパー誰。わかんねえよ。あ、待って待って、なんとか先やな、確か。ちょっと、もうその選手の名前を教えてください。ダメだ、教えてくれない。え、どうしようどうしようどうしよう。ハムハム、スタメンで使われてましたか。何の、もう質問が違う、もうテンパってよく分かんなくなってきた。ゴールキーパーでしょ。え、待って、川口って全然日韓じゃないよね。日韓の時いた、川口よしかつ。ハムムムハムムム、何、どっちか分からんのよ。ハムハムハム、うん、正解。ハム、イエーイ。イエーイ。おお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 お。川口日韓出てたんすか。川口日韓出てたよ。おお、あのあれ、静岡出身。あ、そうなんすか。そう、川口。いや、これは嬉しいわ。最後、いや頑張ったね。でもちょっともうね、正解しててもどうかを、正解なのかどうかをまずその次判断しなきゃいけないから、うん、あのすっきりしないですよね。なんかね、難しいよね。改良して、うん、正式なスポーツとして来年のオリンピックでもう無理だって、やってもらおう。もう間に合わないよ。でその次のオリンピックでね。やってもらう。うん、まあじゃあ今日はこんなとこにしときますか。さあエンディング。なんかめっちゃ、なんか疲れたな。疲れたよ。あんま疲れたなとか言わない方がいいのか。でもまあ、うん、楽しかった。うん、楽しかったね。ね、これ終わりも大事って最初言ってましたから。言ってたから。じゃあ最後どうやって終わるの。ええー、良きところで流れますよ。
じゃあ最後何なんかおばちゃん、じゃあおばちゃんの振りに最後1個答えます。はい、乙女すぎる浜口京子無視触れないそんな振り今まで1回もなかったのにしかも浜口京子ちょっと乙女だからね確かにそもそもね浜口京子かハムいやいやもういいよ